それでは、ヨハネによる福音書の15章、11節から17節。ヨハネによる福音書の15章。ヨハネの15、私が一番発行せを開けるのが遅れて、ヨハネの15章の11節から、ヨハネ15章の11節から17節を一緒にお読みしましょう。3、はい。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方が喜びで満たされるためです。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うことを、これが私の戒めです。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私があなた方に命じることを、あなた方が行うなら、あなた方は私の友です。私はもはや、あなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら、父から聞いたことを皆、あなた方に知らせたからです。私が、あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって、父に求めるものは何でも、父はあなた方にお与えになるためです。あなた方が互いに愛し合うこと、これは私のあなた方に与える戒めです。ね、15節であなた方をしもべではなく、まあ、友と呼びました。しもべ奴隷であれば、主人に言われたことがわけが分かんなくってもやるという立場だけど、友と呼んでくださったっていうことは、それをしなさいって言った方の、まあ、お気持ちが分かって、まあ、じゃあそういうふうに言うんだからやってあげようかやってあげようかってちょっと不遜ですけども、それが友の関係ですね。弟子たちにイエス様そうおっしゃったんだし、それから私たちにもそう言ってくださったということが、日本語の聖書を読んで私たちの聖霊を通してですね教えていただくところですね。それから人がその友のために命を捨てる、ここはちょっと後で述べるんですが、シスター渡辺亡くなっちゃいましたけど、置かれたところで咲きなさいっていうね、本を出して、非常にこう、家にありますかね。だからその花がパッと咲いて、だからその咲いた場所が、まあ、渡辺先生も、中国地方のね、ある私立のミッションスクールの校長になったけど、若いのにね、行って全然流れが違うところに行ったけど、全然そのなんていうか歓迎されないで、みんな言うこと聞いてくれないし、そういう中でもう私はこんなのやりたくないと思ってたら、まあ先輩からね詩をもらった、そこにその置かれた場所で咲きなさいというような意味のことが書いてあって、自分がそこに置かれてる、で花の一つでも、いや自分はもっとね山の上の方に咲きたかったとかですね、海岸の方に咲きたかったとかですね、あと1ヶ月後に咲きたかったとかで文句言わないで、精一杯咲いてるように自分も置かれたところでね感謝して命を燃やしている、まあ、そういう信仰的なお考えなんでしょうけども、そういうことを考え、私としては考えさせられた御言葉なんですね。で、この自分が書いた説教力に従ってそのまま読んでいきますけど、まあ、イエス様は喜びがあなた方のうちにあるために、
まあ、11節ですね、これらのことをあなた方に話したのは私の喜びがあなた方のうちにあり、ね、あなた方の喜びが満たされるためです、うん、でイエス様言ってくださって、もうそこからなんと幸いのことでしょうか。私がずっとこれまであなた方に言ってきたのは、あなたが最後にね、惨めな思いをするために実は言ってきたんですだからね、あなたが最後に怒り狂うために私は言ってきたんですよ、じゃなくて喜びに満たされるために言ってきたんです、うん、でこれらのことを話したのはそのためです。でもこれらとは何でしょうか。イエス、弟子たちと出会ってから何年間かイエス様がずっとご一緒に過ごしてくださった。でその中でさまざまなことを話された、さまざまなことをしてくださった、そのすべてと取ることができます。話したとここで訳されている言葉は、あの話してきた完了形で書かれておりまして、もうイエス様との体験ということをね、缶詰が取れて缶にピタッと蓋をして、これで全部話すべきことは話した、ね、そういう状況、それが一つのこう全体像を描いている。イエス様が話してきたことが全体像を描いている。それはどういうことか、イエス様は、これまで弟子たちに順々にお話をなさいました。ヨハネによる福音書だけでも、まあ、今お読みしたところまでで、まあ、15章を費やして書かないといけないようないろんなことを話された、それら全てのことを、まあ、話してこられた、行動してこられた、その中で全体として話そうと思ってきたことをあえて一言で表現すれば、それは喜びなんだ、ね、決して悲しみではありません、あるいは怒りや失望落胆ではありません。私たちに置き換えてみれば、毎週毎週教会で聖書の御言葉を聞き、あるいは個人で聖書の御言葉をですね、読んでいる中でイエス様はさまざまな語りかけをしてくださる。でそれらを私の一生が完結してから見れば、イエス様の喜びがうちにあるためだったねというようなことにしてくださるということであります。喜びがある、喜びがなる、喜びとなる、それがイエス様の語りかけの大前提であります。イエス様は11節12節で、その上でその掟命令、ね、元の言葉は同じ言葉なんですが、それをおっしゃいます。それはイエス様の掟はですね、互いに愛し合いなさい、イエス様を信じるのはという命令であります。しかし考えてみれば、愛することっていうのはね、強制するようなことではないわけですね。それは内心から出てくるね、心の内側から出てくることでなくって、外側のことではないですね。ですからこれは主のね、切なるお願いっていうふうにですね、取ることができるんじゃないでしょうか。しかもどちらでもいいではなくって、イエス様が絶対にこれを聞き入れてほしい、そういうお願いと、まあ、受け止めたいわけであります。その命令にサンドイッチされているように13節から16節の言葉があるわけです。そこには、互いに愛しなさい、愛に愛し合いなさいという愛がどういうものか説明されています。友のために命を捨てる、これがその愛の、まあ、マックス、最大限になった姿で、それより大きいのはないというイエス様の断言ですね。ということはもっと小さい愛もたくさんあるわけです。しかし方向性が示されている。イエス様が命じている持つべき愛が育っていけば、最大の場合はそこまで行くということですね。逆の場合だと、友が私のために命を捨てるということですね。まあ、有島武雄は愛は惜しみなく奪うという小説を書きましたけど、まあそういう世界、それですね、面白いことに、ここからその渡辺、シスター渡辺の話とつながってくるんですけども、この友のために命を捨てる
という言葉がね、言語ではどうなってるかって調べるとですね、うん、あの置くっていうのはね、ここにこう手を置くとか聖書を置くとかね、もう極めてあの平凡な単語なんです。特殊な単語じゃなくて、だから命を置くっていうところなんですね。ティテーミっていう言葉です。自分の命を置く、どこに置くか、それは友のところに置くということです。まあ、ここで一つ考えてみたいのが、あの命はとてもね置けないから、まあ、私の大事に大事にしているこう腕時計があったとして、あ、これは大事な友、記念の品だからね、私の大事な友達のところにね、それをですね、私の分身だと思って大事にしてと言って、まあ、渡すと考えてみましょう。相手はその時計を大事にするでしょうか。それはね、全く相手次第なんです。相手の手の中にそれは託されている。その時計を壊したりなくしたりしてしまう可能性もあるわけですね、うん、大事にしてくれるって保証はないんです。でもそれが置くということです。イエス様はそのように、そのようにイエス様ご自身の命を私たち人類のところに置いてくださった。イエス様はそのように愛してくださったのであります。イエス様がまずご自分の命を置くということをしてくださって、それがもう決定的なこと、それが第一歩だけれども、私たちがその愛を、イエス様の愛を受け止めなければ愛は完結しない。愛というのはそういう性質のものであります。しかし、あなた方はもうイエス様のそういうご命令を守ろうとする人たちですよね。すなわち互いに愛し、自分の命をも友のところに置こう、かけようという方向で生きているはずですよね、とイエス様は指摘してくださっているわけであります。ですからこそ、私のあなた方は友なのだというわけですね。そういうイエス様の友である場合、もはやしもべではないっていうわけです。しもべは主人の言いつけを概念上果たしている、それだけでいいわけです。そうではなく、友というのは心を、その友の心を知るものであるということですね。イエス様の願いに従って何かをするとき、なぜ友なるイエスはそれをしてほしいのかという動機、深い理由を友であるあなた方は知ってるものだということです。それは愛という絆があるということであります。それをお語りになった上で、あなた方が私を友として選んだのではなく、私があなた方を選んだのだね、私があなた方を選んだのだとイエス様はおっしゃいます。そして選んであなた方を任命したということです。その目的ですね、その目的は、あなた方が実を結び、その実が残るためである。新改訳ではどうなってるのかな、あなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためである。またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなたにお与えになるためである。すなわちこれが祈りっていうことですね。あるいは鳥なしの祈りっていうことですね。ここで任命すると訳されている言葉も、言語ではあの同じ置くティテに同じ言葉が使われているんですね。さっきの友のために命を捨てると、まあ伝統的に訳されてきている、それがまあ言語では置くでして、そのあなた方を任命したもあなた方を置いた、全く同じ言葉が使われております。まあ人事異動っていう言葉がありますけど、まあ君は奈良の支局に行ってくれ、で君は東京へ行ってくれと、まさに人を置くわけですね。
主はご自分を信じる人々私たちを、まあ、そこに置いた、今ここに置いてるということです。今私たちが生きている場所にです。私たちは自分の生まれる時代や場所を、まあ、選ぶことができないということですね。21世紀初めの今日本に生きている、こういう親のもとに、こういう家族の中に、こういう境遇のもとに生まれ育った、それはもう変えようがないわけです。もっと愛情豊かな家に生まれたかったなどですね、もっといい時代に生まれたかったと思っても、それはまあ叶わないわけです。置かれた場所、置かれた場所を出発点として出かけていくしかしようがないわけですね。しかしイエス様に愛され、イエス様の命令を守っているものならば、それはイエス様が置いてくださったんだという信頼による受け止めとなるわけです。シスター渡辺が、まあ、おっしゃったことはまさにね、そのことだと思います。そこから出発すれば実を結び、その実が残る、生きた甲斐のある人生になるとイエス様は言ってくださってる。行って実を結ぶとは、イエス様のお名前によって父に願うことは何でも与えられるということである。それはすなわち取りなしの祈りであります。私たちの身の回りにいる人たちの友の実情を知り、真の必要を知って、取りなしの祈りをさせていただくことができるということですね。私たちが置かれた場所、あ、これね、桜井の時代に書いた原稿ですけど、桜井のことは桜井に置かれていないと深いことは分かりません。外からいくら見てもね、中のことは分かんないわけですね。で、深いことは人にベラベラ喋ることはできないけど、神様にはこういう問題があります、神様このことを聞き届けください、祈ることができるわけですね。うん、一つの家庭や学校や職場や地域のことも、その中に置かれている人が一番よく知っている。で、それをね、自分が何とかするんじゃなくって、父なる神に訴えることができる、ね、そこにいる友のためにきれい事ではなく、誠の祈りの課題として日々父なる神様にイエス様のお名前によって単刀直入に訴え続けて差し上げることができる。それが皆さんの使命であります。そうすると何でも与えられる。それは自分のためではないね、友のためですね。で、そのことを互いにあなた方はしてくださいねとイエス様もおっしゃってる。そしてそれをするのはなぜでしょうか。それは友への愛のゆえでありましょう。愛のゆえに神に日々取りなしを祈ることが、友のために自分の命を置くというところにまで、まあ、育っていくっていうことになるんだとイエス様は示唆してらっしゃるようです。無自覚にですね、あるいは受け身的に、あるいはいやいや友のところに置かれていたのが自発的に置くということに変わっていく。それはまず私を愛してくださってるイエス様につながっていく、ね、イエス様が私を愛してくださっているということがね、分かっていく、知っていく、そのことなくしてありえないことでございます。そのようにして愛の実を結ばせていただきましょう、ね。